どうも、キスケです。ということで、本日は、きっと、ヒットパーティーを使っていこうと思います。まあ、ヒット3体揃えて戦っていくっていう形になるんですけど、まあ、今までもね、一応、ヒット3体パーティーは使えとったわけなんですよ。確か、エクストリームのレッド属性でヒットっているんですけど、まあ、あれだとね、さすがに、まあ、見栄えが良くないということで、合わせていく。しっかりとね、戦えるヒットを3体連れてきました。まあ怖いのがやっぱあれなんだよな、耐久がないっすよね耐久がないと思うんだよな。紫も黄色もまあレッドもそこまで耐久があるキャラクターではないんで、そこが心配っすね。あとは火力もちょっと心配なんだよな。ぶっちゃけ火力ないっしょ、紫と黄色に関しては。レッド属性はあるけどね。だからいかにウルトラヒットを落とされないか、そこに全てがかかってると思います。やっていこう。はい、 OK。 怖いんだよな、タックルからのそのまま来る。なんじゃそらなんじゃそら、おいマジかよ。失敗してるやつに負けんのか俺は。ヒット、あー頭の筋からまた先にかけてパッカーンですわこれマジかよ。あざすー。まあこれ止めるか、時飛ばします。キングクリムゾン何でも合うよな、この時飛ばしにスタンド。スティッキーフィンガーズ、あり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 、何でも合う。アディオス。オッケー。まあ若干カウンター必殺怖いけど、どうなんやろ刺さんのかな。キャラ転する。じゃあライジングでヨカです。意外と勝てんのかこのパーティー意外と勝てんのか、このシーズン始まりたてのバトルランク50、55までのあたりのあのパーティー相手だったらいけるかもしれないさあ、あーびっくりマークなし。タックル、オッケー。ただ意外と、いやまあバカ野郎が弱いっていうのもあるか、これ。さあ、ライジング。ここはもちろん、フリ属性ではあるけど、ウルトラヒットを残していこう。せっかくなんでね。さあ、ラスト。OK? 怖えよ。あダリー。ああ、死ぬな、相手バニシングないんでね。怖っ。死ぬ死ぬ、マジで。危な。びっくり仰天卵ちゃんですわ。やばすぎ侍、マジで。はい。落ちるかな、これ。うやべえ。危ねえ。よし。無理やり持ってったわ。さあ、マッチングしました。GT パーティーにヒット採用した形ですね。対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、言うてこれ、ネタパーティーなんでね。強いわけがないんですけど。入る。さすがに帰ってくるか。ただこれ、ウルトラヒットの特殊カバチェンが1回消費されたのはでかい。かなりでかい。順番間違えた。順番間違えちゃった、マジで。黄色からやった火力なさすぎひん、それにしても。これ必殺技残しとくわ、こいつで撃ったところでって感じやし。通常で OK、 待機カウント回った。 OK、 ラッキー、キャラチェン合わせてなかったわ。はい、ゆらゆら、これマジでかっこいいよな。
俺合わせるか、まあ、バニシングないの分かってんねんけど、これは簡単にできるんで。はいはい、おーラッキー、ウーマです。あマジか、いやーここよしナイス、あー最悪、ライジングでよかったやん。やべえ死ぬかなこれ、体力満タンやけど痛すぎんだろマジで怖すぎ。速圧うます、ウーマです。いやこれは止めよう、時飛ばします、ボラ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 、無駄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 、うりかっけーここのキュッていうここのキュッて踏み込みよ、いい味出してんぜマジで。はい、久々にウルこいつの救急ガーツ見れるね、これもかっこいいんだよな、この最後のパンチめちゃくちゃかっけえ、お意外と強いな、意外と強くね、メイン危な、あーうめえそれ、さっきも見た、それさっきも見た、よし時飛ばさせる前に、キングクリムゾンを使わせる前にレクイエムが発動したかゴールドエクスペリエンスレクイエム、ジョジョ5部ってマジ神じゃない、思わん、マジで神やと思うけど、これは、バトルメンバーが2人なんで大丈夫いと。びっくりマークなんだろうなこれ、わかんねえな、あー最悪終わった、え意外とマジそれ助けてくれんの、あ相手ライジング打ってないよね、さすがにワンパンかな、あ耐える、はいあでもフリ属性じゃなければ、フリ属性じゃないかつクリティカルが発生すればまあまあ火力出んのかな、このさヒットのさ打撃アーツのこの紫の波動見える、みんな超かっこよくない、 OK、 あーこれ特殊アーツ作れば美味しいけどさすがに来ないか、あてが落ちるか、強いなウルトラヒット、あざした、俺の時飛ばしは破れん、さあマッチングしました、お願いします。残念ながらうちのパーティーには踏ん張りがいないんだよな、全員アタッカーです全員アタッカー、殴って殴って殴り勝つ、全員アタッカーの割に黄色と紫の火力は出ないっていうこの世の終わりパーティーです、対戦お願いします、はい、オッケー、うん、ナイス、それしてくれんの楽です、特殊カバチェン向こう、まあでもあんま、うん、関係ないよな、結局射撃カバチェン出てくるんで、もう一枚使っちゃうか、相手のウルトラヒットより先に時飛ばし打てりゃいいや、オッケータックルはない、うん、おー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 おおおおおあーうまい、いやーうまい、危な今黄色出しかけたぞ危ね、いや耐えるよな怖えマジで、全ての攻撃がもうあれなんやけど、あー全ての攻撃があれ、うん、ちなみにこれどうする、時飛ばし打てないぞ、うめえばあちゃん、キングクリムゾンは無敵のスタンドだ、
さすがにいけるっしょ。バニシング回復しつつウルトラヒットを落としていく。あたた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 た、フォアじゃん。やべ、いろんなアニメがいろんな漫画が組み合わさってるけど、この連打パンチ汎用性高すぎやろマジで。さあジョージ踏ん張り向こうつよ。忘れてる忘れてる、マジこれさすがに17号置いとくべきだったよね。よし、ジョージ踏ん張り向こうなんだよな。イニシエのキャラすぎて忘れてるよなそりゃ悲しいけどこれが現実。いやーこのタイミングで特殊は作んのか。ただあ、そのまま組んでやったらありがたい。あざっす。いやさすがにいけそうやね。いやウルトラヒット強よマジで、火力高っ、超強え。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。お疲れ様でした。さよなら。俺はさらに強くなる。